こんにちは、考える犬ご飯の吉田です。毎週16歳老犬の犬ご飯を紹介しています。今週の犬ご飯は牛煮込みうどんです。犬の食材としてうどんは食べても大丈夫です。うどんは消化がいいので、食欲のない犬や消化器官が弱っている犬にうどんはおすすめです。ミルは暑い時期は食欲が落ちて犬ご飯を食べなくなるので、今回はうどんを使用してミルの食欲をそそろうと思います。それではこの後牛煮込みうどんを作ります。今回は牛煮込みうどんを作っていきます。材料は牛切り落としが1パック、カット野菜が1袋、うどんが1袋、卵が1個、干し椎茸と海藻の粉末が少量です。
これが今日の夜ご飯です。このお皿2つが明日の朝と夜の分で冷蔵庫で保管します。残りのパックが冷凍用です。今回は3日分を作る予定でしたが、全部で10個なので5日分になりました。
Thank you.